どうも、ジールマンです。今回は初のガンプラレビューをします。今回レビューするのはこちら、 HG スーパーカスタムザク F2000。 いや、ガンプラって今もう本当にすごい数あるじゃないですか。なので一番最初にレビューするのは何にしようかってすっごく悩んだんですよ。そして悩みに悩み抜いた結果、やはり僕が一番テンションが上がるものを最初にレビューしようと、そう思った結果、このスーパーカスタムザク F2000 を選びました。それでは早速開封だ。ということで開封していきましょう。オープン。おお、結構厚みがあるんで中身もぎっしりですね。この辺はサブアームとかかな。で、腰とか武器とかですかね。ポリキャップに基本的な足とか腕とか、そして説明書。いやー、いいですね。めちゃくちゃかっこいいです。まだこのビルドファイターズの前のね、模型戦士ガンプラビルダーズビギニング G のやつですね。ロゴもバンダイのロゴが赤ロゴですね。いやー、説明書ってほんといいですね。さあ、それでは今回はつぐみにしようかなと思ったんですけど、せっかくすごく好きな機体なんで、ちょっとだけ手を加えて作っていこうと思います。部分塗装と艶消しを吹いていこうかなと思います。それでは完成したスーパーカスタムザク F2000 カモン。ということで、スーパーカスタムザク F2000 完成しました。かっこよ。このね、重装感、サブアーム、近接武器もちゃんとあって、ロマンオブロマンですね。今回ミサイルで、スパイクやパイプ、その他の細かいところ、武器もそうなんですけど、そういうの全部部分塗装して、ショルダーパーツを黒にしたり、最後に艶消しを拭いて完成としたかったんですけど、ちょっとテンション上がっちゃって、この3連ミサイルランチャーが分割されてんのを1つにして6連にしたり、シールドも黒く塗って、手持ちだったのをナックルガードにできるようにしたり、そんな感じでちょっと改良しちゃいました。ただ使ってるパーツは全てスーパーカスタムザク F2000 のものです。それではこの僕が制作したスーパーカスタムザク F2000 の全身をご覧ください。ポーズをつけるとこんな感じ。やはりこれだけ重装なので可動範囲は狭めです。この胴体とかももうほぼちょっとしか動かないんで、で、足もこのスカートがあってそこに引っかかっちゃうからあんまり上げらんないんですよね。腕や足はだいたい90度には曲がります。一通り腰にヒートフォークがあったりしても、一応このサブアームによる武装は取り出せます。可動の狭さを
武装の多さとサブアームで補ってるってイメージですね。これだけでも十分かっこいいキットですけど、ミキシングしてさらに自分だけのスーパーカスタムザック F2000 を作るっていうのもすごく楽しそうなキットです。ブンドドよりは制作向けですね。実際僕も制作していてすごく楽しかったです。というわけで今回は初のガンプラレビュースーパーカスタムザック F2000 でした。ガンプラ好きだよ、スーパーカスタムザック F2000 かっこいいねって方もそうでない方も、よければチャンネル登録と高評価をしていただけるとすごく嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。それじゃあバイバーイ。